買ってしまった。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。爬虫類好きの皆さん、爬虫類ライフは楽しんでますか？ゆうれふたるです。今日はですね、12月22日、23日に開催された、大阪で開催されました爬虫類市場2018、ウィンターに行ってまいりましたので、そちらでね、購入した生態、あとはグッズってか商品を今日は紹介していきたいと思います。じゃあまずはこちらからいきましょう。ジャイアントミルワームを購入しました。はい、こちらジャイミル、はい、これがね、確かね、100匹入ってるみたいです。これにジャイミル、はい、ジャイミルが1つ、はい、2つ、3つと、ジャイミル3つ買いました。3つで1000円と、めちゃくちゃお得でしたね、ジャイアントミルワーム。はい、こちらの購入と、はい、次はですね、今回でもね、そんなにね、買ってないんですよ、たくさん商品は。うん、ちょっとだけね、まあ、ほんまはね、餌買いに行くつもりで行ったんですけど、やっぱり餌だけというわけにはいきませんでしたね。買ってしまいました、いろいろ。はい。で、次は、こちら、見てください。ココロネの、ココロネっていう、これね、ペットシーツです。ペットシーツを買いました。ペットシーツなんですよ。なんかね、ちょっと、行きましょう。よくね、爬虫類買うときにペットシーツって結構、有名じゃないですか、使うのって。でもペットシーツって結構でかくないですか。でかいですし、そんなに枚数も入ってなくて高い。でもこれね、なんかちょうどいいらしいんですよ。ただなんかレプタイルボックスとか、まあ大体爬虫類買う時のプラケースのサイズにめちゃくちゃぴったりのサイズに作られてるみたいで、ちょっと開けてみましょうか。だからなんかこれね、いい、すごいすごいすごい、めちゃめちゃ入ってる。これね、500円でした。ちなみに500円で50枚入ってますね。なんでだいたい1個10円か、1枚10円です。めちゃめちゃ安い。ペットシーツはね、100円ローソンで買ってるんですけど、だいたいね、10枚で100円なんで高いですよね。10枚で100円だから一緒か、一緒ですね。10枚100円一緒でした、ごめんなさい。はい。でもね、このちょっとね、あれだったんですよ、大きさがね、大きいんで。ペットシーツ、レオパとかだったらね、普通にサイズ大きすぎてこう折りたたんだりとか切ったりとかしないといけないし、まあ折りたたんだらレオパが裏に入っちゃうんですよね、ペットシーツので。ちょっとなんか観察もできないし、なんか餌あげるとき出てこないし、めんどくさいみたいな。わー、すごい、ちっちゃい。はい、こんな感じです。大きさこのぐらい。ちょっとね、レプタイルボックス持ってきてみますね。はい、ごめんね、ちょっとレプタイルボックス持ってきたんですけど、はい、今ちょっと別のてかキッチンペーパー使ってるんで、あれなんですけど、下に敷けないんですけど。はい、わ、ぴったりだ、ぴったり、レプタイルボックスにぴったり。これ、あ、これめちゃめちゃいいね。あ、これ買ってよかったわ。これめちゃくちゃおすすめです。はい、次はですね、はい、これがね、生態迎えちゃいました。はい、生態をね、迎えちゃいまして、もう迎えないつもりだったんですけどね、今回のイベントでは。なんかね、ちょっと僕がちょっと欲しかったなって感じの子いたんで、ちょっと変えちゃいました。はい、それがですね、こちらです。レオパです。ヒョウモントカゲモドキのダークをお迎えしました。ダークって言われてもって感じだと思うんですけど、ちょっと見ましょうか。はい、こちらなんですが、ピント合いませんね。
はい、こちらなんですけど、ちょっとね、黒みがかってるんですよ。普通のレオパンなんですけど、模様はノーマルの多分模様だったりなんですけど、若干ね、黒みがかってるんですよ。まあ、これが何を意味するかっていうと、例えばブラックパール、ブラックナイトとか、まあ、メラニスティックっていうやつですね。要するに あそこまで黒くないですけど、まあ、結構それに近くもないな、うん、まあそれ系だね。それ系のちょっと黒いね、全体にブラックのかかった感じのレオパでして、まあ言ったらね、ちょっと原種アフガンとか、うん、それに近いような色をしてたんで、買ってしまいましたね。オスかメスかはね、わからないですね、まだ。で、なんかね、僕もちょっと詳しくないんで、ネットにあんまり情報がなくて、このダークの、あのレオパード結構ダークっていうモルフについての情報があまりなくて、あのどういうタイプのレオパなのかちょっとよく分からなかったんですけど、まあ、少ない情報でちょっとこう見た感じでは、どうやらこのダーク系っていうこのレオパはもともとこのブラックパールの、まあ、オリジナルですよね。このダークっていう色の色、ちょっと黒みがかった感じの子を、まあ、どんどん、類代でこう色の濃いやつと掛け合わせてこう繁殖させていった結果生まれたのが、まあ、ブラックパールで、まあ、ブラックパールもどんどんこう黒いの同士で掛け合わせていって生まれたのがこうブラックナイト、だから言うと真っ黒のレオパですよね。でもそれの、まあ、元祖というかみたいなことが、まあ、ネットに書かれてたんで、まあ、ただねこれね有効なソースではないので、まあ、あんまり信用はできませんけど、ちょっと情報があまりにもなさすぎるので、ちょっと詳しい方ちょっと教えてほしいです。これダーク系もう一匹買ってこう掛け合わせたら、こうどんどん黒い個体が作り上がっていくのかっていうのを、ちょっとなんか詳しい人教えてください。はい、まあそんな感じで、まあそれはさておき、僕ちょっとこの黒い感じの、あのそういう目論みがあったわけではなく、こういうね、原種っぽいこの黒みがかった色のレオパっていうのがちょっと欲しかったんですよ。はい、まあね、大切にね飼っていきたいと思います。まあ、大きくさせてね、ブリブリにして、またね、なんか別のダーク系の子がいたら、その子もまたお迎えして、でちょっと交尾なんてさせてみたら、どんな子が生まれるのかちょっと楽しみな、一匹です。はい、まあそんなわけでですね、今回爬虫類市場で、お迎えした生態と、商品と、まあ、餌はこの3つでしたね。はい、うん、まあ爬虫類市場の感想としてはすごいね、あの人は少なかったですね。行った感じでかなり人少なくて、かなり動きやすかったですね。うん、まああとお店の量も少なかったですね。うん、まあその規模が小さい分、まあ手軽にこうレプタルズフィーバーとかも混み合ってて、正直あんまり行く気にならないですけど、まあ、爬虫類市場結構ついてたんで、うん、すごい楽しめましたね。滞在も結構長い時間しまして、まあ2時間ぐらいだったかな。はい、まあ、そんな感じでね、爬虫類市場行ってきました、うん、今日はね、お迎え動画でした。もしね、まだチャンネル登録してないっていう方はね、あのよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。爬虫類系の動画をずっと出してるんで、うん、爬虫類興味ある方、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ゆうレプタルでした。ありがとうございました。